ベレーニン全州とは、ソビエト連邦で刊行された、ウラジーミル・イリーチ・レーニンの著作、書簡、ノートを集めたロシア語の著作集である。ソビエト連邦共産党は建国の父であるレーニンの文章を重視し、著作集の編纂に力を注いだ。レーニン全州には全部で5つの版があり、いずれもソビエト連邦共産党中央委員会の付属研究所によって編纂された。 日本語版のレーニン全集は第4版から翻訳されたものである。レーニン全集第1版は1920年のレーニン生誕50周年を記念して同年に開かれたロシア共産党第9回答大会の決定に基づいて同年から1926年にかけてレーニンの著作集として編纂された。1923年に共産党中央委員会付属。 レーニ人研究所が設立されると、同研究所が編纂の任に当たった。1924年からは改定版が発行され、この序文は加盟ネフが書いている。全20巻26冊からなり、このうち第7.1112.1418.20巻がそれぞれに分冊となっている。約1500項目を収録し、各巻平均で13万部が発行された。 各著作は概ね年代順に収録されているが、第9巻、農業問題や、第19巻、民族問題のように、テーマ別に収録されている巻もあり、加えて作品が存在しないなど、著作集として不備があると指摘される。例人全集、第2版は、例人死去後の、1924年の第2回ソビエト、連邦ソビエト大会の決定に基づいて、 1925年から1932年にかけて全連邦共産党中央委員会附属レーニン主義研究所によってレーニンの著作集として編纂された。なお、同研究所は1931年にマルクス・エンゲルス研究所と合併してマルクス・エンゲルス・レーニン研究所となっており、第28巻以降この研究所名で発行されている。 編集責任者には引き続きカメーネフが当たったが、彼の失脚により、第4巻からは、ニコライ・ブハーリン、ビャチェスラフ・モロトフ、イワン・スクボルツオフ・ステパノフに変わり、さらに、ブハーリンの失脚によって、第26巻からは、アドラツキー・モトロフ、サベリエフに変わっている。レーニン全集第三版は、第二版の普及、廉価版として並行して刊行された。内容は、 第2版と同じであるが、連価版であるため一部の印刷などに難があるとされる。第2版及び第3版は全30巻からなり、第1から27巻が著作に加えて、巻末付録にロシア共産党大会の決定事項やソビエト連邦の重要法令を収め、第28.29巻が初巻、第30巻が補完となっている。その後、著作総目録、 人名、県名作品などを収録した、ビンランが1935年に刊行された。このように、第2.3版は、作品、事項や、人名の中、例人が引用、言及した文献についての詳しい解説やリストが、存在し全体の3割に達するという、配慮の行き届いたものであった。約2700項目を収録し、各館平均で、第2版が10万部。 第3版が56万部が発行された。しかし、個々の著作に脱落や原本との廃範、配列などに問題があったほか、スター・リン指導下の全連邦共産党中央委員会によって、極めて大きな政治的誤りがあると認定されるに至った。また、第2.3版の刊行と同時に、レーニンスキーズ・ボールニクも刊行された。これは、 レーニンの生涯と活動を明らかにするための資料を収集、刊行したもので、新発見の著作、手紙、電報などのほか、論文執筆のためのプラン、メモ、走行、レーニンが読んだ本、雑誌、新聞などからのノート、演説の下書きといった著作集に収録しにくいものまでを集めている。レーニン全集第4版は、 1941年から1951年にかけて全連邦共産党中央委員会付属マルクス・エンゲルス・レーニン研究所によって新たなレーニンの著作集として編纂された。当初は全35巻からなり著作及び書簡を年代順に収録した。その後、同研究所は1954年にマルクス・エンゲルス・レーニン・スターリン研究所となり、 別館となる、ビンラン1から2がこの名義で発行される。2927項目を収録し、各館平均で80万部が発行された。しかし、スターリン時代に編纂されたことから、様々な問題点が存在すると批判されている。その後、スターリン批判を受けて、1956年に、マルクスレーニン主義研究所となってから、1967年までに、 保管として、第36から45巻を発行する。内容は、第2版及び、第3版の刊末付録を削除した代わりに、例人の多くの新資料を収録した。最終的に、全47巻からなり、第1から35巻が著作及び、初巻、別巻1から2が、本巻の各種作品、保管である、第36から45巻が、 本館に未収の著作、ノート、書館となっており、いずれも国立政治都市を出版書から刊行された。この第四版に基づいて、日本語訳が1953年から1969年にかけて大月書店版、例人全集として刊行された。また、英語訳も1960年から1970年にかけてモスクワのプログレス出版書から、 レーニンコレクティブワークスとして刊行された。レーニン全集第5版は1958年から1965年にかけてソビエト連邦共産党中央委員会付属マルクスレーニン主義研究所によってレーニンの完全な著作集として編纂された。第4版の保管の編纂と並行して新たに発見された資料を収録する決定版として編纂が行われた。 全57巻からなり、第1から45巻が著作、論文、第46から55巻が、書簡、別館1から2が、各種作品となっており、いずれも、国立政治都市を出版書から刊行された。スターリン批判後に刊行されたため、第4版に見られた、問題点は改善されているものの、第2.3版と比べて、なお仲介の質量に乏しく、 収録されていない文献があるものと見られている。レーニンの著作の日本語訳は戦前から盛んにされていたが、警察権力による弾圧や検閲の中で厳しい出版状況にさらされた。それゆえ翻訳、紹介は不完全であり、不正事や削除によって内容がわからなくされているものも多かったお参照のこと。敗戦後、レーニンの著作を体系的かつ不正事や、 削除のない状態で出版できるようになった。こうした中、レーニン死後30周年記念事業の一つとして日本、5番、レーニン全集の刊行が決定され、ロシア語第4版に基づいて、日本共産党の関連機関である、マルクスレーニン主義研究所のレーニン全集、観光委員会によって翻訳が行われた。発行は、マルクス・エンゲルス先集。 スターリン全州などの観光を行っていた大月書店が言った。発足当初の全州観光委員会の顔ぶれは、飯田寛一、石堂清林川内忠彦、倉原これと、小材義重、平沢三郎、藤川聡,聡、松本総一郎、村田洋一、山部健太郎であった。観光は、第1期、第1から12巻、第2期、 第13から24巻、第3巻、第25から35巻及び、別巻1から2、第4巻、第36から39巻及び、別巻3、第5巻、第40から45巻と行われ、計16年をかけて完結した。第1から35巻には、月報として、研究のしおりが付されており、連載されていた中野重春のエッセイは、後に、 造歩の上、霊人素人の読み方として刊行されている。全巻が、箱入り、情勢で出版されたが、当初は普及版も同時に刊行されており、第1から13巻については、並製、上下分冊のものが存在する。当時の広告によると、第1巻刊工事の価格は上、正半750円、並正半二百八十円で、全巻刊の価格は、 各館2000から2500円、全館揃い98500円であった。翻訳にあたっては、性格を期すために原訳、校閲、統一の三段階制を取り、翻訳者は、上記の観光委員会メンバーの他にも、秋山のりを、浅野つとむ、石山昭三、池田博之、内海周平、大谷隆夫、川上幸添島種則、高橋勝之、東郷正信、 ただの厚し、堀江雄一、山村ふさじ、枠里聖一らの米七70名が関わった。1969年末までに、計120万部を発行した。また、ロシア語大ご飯が、決定版として刊行されたことから、例人全集刊行委員会編、例人全集ご飯と4版の対象表が独自に、別館さんとして1968年に作られている。同館は、 全館購入特典として販布されたほか、900円で単独販売もされた。レーニン全州の外国語訳としては、世界初であり、多くの日本の大学図書館が所蔵している。レーニン全州の編纂が行われた、モスクワのレーニン研究所、レーニン全州各版の編纂は、ソビエト政権の時々の方針によってなされたため、それぞれの性格の違いが存在する。 特に第二点三版が、スターリン時代以前に編纂されていたものを含んでいたのに対して、第四版はスターリニズムに基づいて編纂され、特にスターリンに関係のあるレーニンの著作が多く収録された。具体的には、意図的に収録されなかったと思われる文献として、レーニンより、年上の革命家のプレハーノフ、アクセリロード、スターリンによって粛清されたジノビエフ、カメーネフ、 ブハーリンなどに宛てた手紙が挙げられる。その他、統制時局に宛てた手紙をスターリン宛てにする、スターリンにとって都合の悪い部分の削除などが見られる。そのため、欧米の研究者は、第4.5版観光後も、それ以前に編纂されていて詳細な仲介も、付されている、第2.3版を使ってきた。なお、日本では、第二次世界大戦中に、第2.3版や、 その他の文献が没収されて入手困難なため第4.5版が用いられてきた。スターリンの死後はソ連でも批判が行われた。スターリン批判が行われたソ連共産党第20回大会では歴史学者のパンクラートバが第4版では多くの論文、書簡が外されたこと、完全な例人全集を新たに編纂する必要があることを訴えている。その後、 第5版の編纂が行われることになり、その成果にを取り入れて、第4版の保管が刊行された。例えば、このうち、第4版第36巻には、レーニンが死の直前に、スターリンを初期長から解任する提案を発言した大会への手紙が含まれるなど、スターリン批判を踏まえた編集が行われている。また、レーニンスキーズボール肉でも、同様の影響が見られ、 スターリン時代は観光が滞り、スターリン批判後の1959年から観光が再開している。ロシア史研究者の池田義郎によれば、ソ連時代において、レーニンに関わる文書は、共産党及びソビエト政府の厳重な管理下に置かれ、自由な閲覧、利用ができなかった。他方で、公的な編産物として、レーニン全州のほか、レーニンスキーズボール肉、 レーニン活動年譜、ソビエト政権法令集などに、レーニンの文書2万4000点以上が公表されてきた。しかし、1990年の時点で書き込みを含むレーニン文書約3700点及び、彼が署名した政治文書約3000点が未公表であった。これらの中には、一国家機密や陰謀的性格を持つもの 二皇帝のイデオロギーの上で不適切とみなされたもの、三技術的に判読不能あるいは学術的に疑いがあるもの、レーニンの手が入った政府観光物のような印刷すると膨大になってしまうものなどが含まれているという。1991年のソ連崩壊後、これらの文書のうちの重要な部分が観光されるようになっている。レーニン全集第5版のシリーズ構成と、 主な収録文献、ありがとうございます。